さあやっていきましょうか。今日のバイオハザード7ということでね、前回パートはマーガレットにボコボコにされながらもギリギリ勝ってね、そしてルーカス・ジョージ・ベイカーにねお会いして、まあ楽しく俺とパーティーしようぜっていうね招待を受けましたので、まあ、その招待ということで、まずは地下の解体室で会おうぜって言われたので、地下の解体室に今から向かっていきたいと思います。ここって新しい敵とか出てくるのかな。なんかこんな暗かったっけ。おお、なんか一瞬今左上セーブしたね。うわ、何があるのか分かんない。敵出てくるかな。敵出てきてないけど、おばあちゃんどうやって、変わらず、おぉ、シーズンきますからね。おぉ、びっくりした。で、記憶、あ、これ、マジでこれ、あれ、ずっとこんなだったっけ？で、記憶では、リッカーが出てきます。ここ。はい、オッケー。で、邪魔。で、もうこいつ相手にしてたら、弾がもったいないので、さっさと逃げます。で、はい、警官がね、ここに移動してます。とりあえず閉めといて、ここでスピーカーあるな。うん、一個一個調べていこう。ミディアムサイズ。死後硬直が進行しているのか、仮説が凝り固まって、こんな早いのか。あ、まったり、すでにファイル始まっているようだ。で、ヘビの鍵を取ります。相変わらずの岩。はい、ヘビの鍵を取りました。そいつを持ってれば2枚の基盤を探すのに役に立つぞ。んで基盤があれば楽しいパーティーに参加できるってわけよ。まあ、せいぜい頑張んなくていいさというお話なんですが、今日ねちょっと動画を見ていただいている視聴者さんからありがたいことに、質問っていうかね、人生相談みたいなのをね、いくつかね、もらっているものがありますので、ちょっとそれを皆さんに披露しながら、まあ、人生相談に乗っていきたいと思いますね。実況しろよって話、まあ、当然実況もね、しながらね、質問にもきちっと答えていくというね、やさおスタイルでやっていく。やばい。で、閉める。閉めたよね。上手くなったもんよ。とっさにガードができるようになってきたからね。で、あ、でも結構ダメージ受けてるな。あー、黄色ポーション。あー、まあいいや。まあ、行きましょう。そっか。こいつで薬液だけ作っとこう。で、ここ行く前に、先に、あれを取っておきたい。ほい。あ、違う。びっくりした。ほい。ここでね、カラスの鍵が手に入ったんでね、開けときましょう。カチャカチャ。カラス二刀流じゃん。そうそう。で、人生相談の中身なんですけど、読んでいくと、まず一つ目ね、いくつもらったんだ？ 5 個くらいもらってるのかな。まず一つ目が、ちょっと待ってね、読みながら、プレイしながら読みながらってね、カラスのせいで。27歳になり、最近、脂っこいものが食べられなくなりました。すき家の牛丼、並盛りがきついと。あ、この人、すき家めちゃくちゃ好きみたいで、なんか株買うならすき家買って、みたいなことを言ってる人ですね。で、ほい。で、どうしたら脂っこいものを最後まで美味しく、どうしたら良いでしょう。どうしたらとかもってるね。まあ、要するに、脂っこいもん食えないから、どうしたら脂っこいもん食えるようになるかっていうのを教えてくれっていう話ですね。まず一つは、諦めましょうっていうわけじゃなくって、何かっていうと、ちょっと待ってね、一旦ちょっとカットします。すいません。失礼しました。さあ、再開していきましょう。ということでね、ちょっとね、洗濯物を取り込まなくちゃいけない事態になってましたんで、帰ってきました。で、それはいいとして、ああ、なんか敵が出てくるんだよね、そういえば、ここ。まあ、それはいいや。さあ、敵が降りてくるのを待って、そっちから来る。
OK。 こっちからよし、セーフ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 。で、さっき何の話で途切れてたかっていうと、人生相談を受けました。で、人生相談でその脂っこいものを食えなくなっちゃった友人がいますんで、どうやったら脂っこいものを食えるようになりますっていう相談なんですが、考えられることは2つで、1つは運動不足ですね。うん、閉めよう。運動不足、壊れているようだ。そうで、運動不足で、運動不足で、やっぱりその、オリバー静かになった。たまに天井をコンコン叩く音がする。すごくさ、屋根裏から変な血が垂れた。リモコンのトロフィーもまた数した。これで夜寝るときもピカピカだ。そう。で、先にここのちょっと文章読んじゃおうか。なんか落ちた。おしょったま、いいね。椅子、バット、4月2日。母さんに町の病院に連れてかれた。変な機械で頭の写真撮られた。おもちゃで259個目のパズルを買ってもらった。薄のろオリバーにお前は頭の病気だってからかわれた。4月2日、バースデーパーティーと嘘ついてオリバーを家に呼んだ。屋根裏に上がらせてからリモコンの外から閉じ込めた。オリバーのやつべそかいて、出してくれよ、流化しろだって。4月2日、ゾイが勝手に入らないように、はしごのリモコン改造した。発明大会のトロフィーと合体させたから絶対に見つからないぜ。賢くなんか隠し込むな。うん。開けていきます。ボール。特になし。ハンドガン。オッケー。で、そうそうそう。で、考えられることは二つで、一つは運動不足。で、一つは食生活を見直してみてねっていう話なんですよ。何かっていうと、一つはね、その、運動習慣がないことで、一日に消費できるカロリー数っていうのが、まあ、だんだん少なくなっていってしまうんですよ。そうすると、やっぱり、当然新陳代謝っていうのがね、良くなくなっちゃうんで、新陳代謝が良くないっていうことは、摂取できるカロリー量っていうものがどんどん減っていってしまうので、それによって、まあ、太りやすくなってしまうっていうものもあれば、それから、ジャック・ベイカー様、トレバー、へぇ、トレバー。でっていう話なの。まあ、それはいいや。そうそう。で、っていうのもあるので、だから油物を食べるってことは、油物って結構やっぱカロリーが高いものになるので、こう、少量であったとしても、もうかなり大、うん。大量に摂取することができなくなってしまうと。要は、体がその、消化するエネルギーを、もうこれ以上無理ですって、限界なんですっていうような、まあ、そういう合図を出しちゃうという、そんな話なんですね。それからもう一つ考えられるのは、食生活が、固形物と流動食、どっちを普段から食べてますかっていう話なんですよ。何かっていうと、結局胃も、その、消化するのに、こう、胃液を出したりとかってあるんだけど、そもそも胃の筋力がない限りには、残念ながら、その、消化をするための、まあ、動きっていうの、働きっていうのをしてくれなくなっちゃうわけなんですね。そんな時に、じゃあ、胃が弱ってます。胃の筋肉が、しょぼいです。ってなった時に、当然ながら、胃働かないよねってことになっちゃいますよね。胃が働かないってことは、消化してくれないっていうことなので、またどこにでもいるのに、どうやって来たの、また地下室から。素晴らしいね。もう、具の根も出ないわ。うん。そう。なので、普段から、噛まなくていいようなもの、いわゆるスムージーといった流動食ばっかり食べてたりとか、まあ、それから、なんだろうな、まあ、柔らかいお肉とか、まあ、おかゆ的なものとか、ご飯もだから硬いものよりは柔らかいものを食べる習慣があるとか、そういう人なんかっていうのは、うじうじしてると。うん。なかなか、その消化をする力っていうのが残念ながらしょぼいものになってしまいますんで、今のは火炎放射器じゃなくてグレンズランチャーの設計図ですね、というような事態になってしまいますんで、だからそのあたりっていうのを、まあ、ちょっと見直していく必要があると。だから食事なんかもその普段からちょっと歯ごたえのあるもの、なんだろうな、まあ、さ先以下を普段から食うっていうのも変な話なんですけど、それちょっと硬いもの、ご飯もちょっと硬いものっていうものを、歯応えあるものに切り替えていってみて、で、胃をやっぱり食べ応えがあるものっていうことは、それだけ硬いもの、硬いものを消化するには、その普段の胃の中でも、ちょっと力がいることになるんで、今日相談を出す。普段からその必要な、胃の
働きっていうのも負荷がかかることになりますんで、胃の消化力っていうのも上がっていくという、そういうお話になっていくんで、まあ、だから脂っこいものを普段から食べたいって思う、まあ、脂っこいものをね、まあ、普段から食べるっていうか、年取っても食べ続けられるようになるためにはやっぱりそのあたりっていうのを鍛えていく必要があるという、そんなお話ですね。だから運動習慣を身につけましょう。ムゴロナでコロナで、まあ、なかなか運動する機会っていうのがもしかしたらないかもしれないんですけど、まあ、ちょっとでもね、家の中で筋トレをしてみたりとか、それからちょっとランニングくらいだったら、ね、運動する習慣を身につけてみるという、そんなところですね。はい、弱い棒いいか、その2つの基盤でパーティーに参加できるからな、遅れねえようにね。 Don't be late now. Let me talk to Mia. まあ、そうはせんなって。You gotta show up. まずパーティーやろ。パーティーの場所はどっかわかってるな。中庭から入るぞ。ほら、さっさと行けよ。みんな待ってんだからな。みんなって誰？ルーカス以外に誰かいるの？はあ。まあまあまあ、いやいやいや。OK。もう一体出てくる。まず、先ほど。あっ、やっぱり。ちょっと待って、痛い。一回取れら。あれ。そうということなので、まずは運動習慣を身につけること、それから食べる、普段から食べるものをちょっと負担のかかる胃に、ちょっと負担のかかる噛み応えのあるものを意識して食べてみましょうという、まあ、そういう2つが解決策っていうところですね。はい、さて、続きましての前にちょっとね、ここでさっき手に入れた獣をやりたいと思います。これで、7番したらいいのかな。7番、 OK。 でこれで新しいアイテムが一つ手に入ります。何かというと、スタビライザーというね、リロード速度が上がるという、そんなアイテムですね。あれ、敵出てこないの、いいのか。まあ、いいや、出てこないということなので、はい、じゃあ今からちょっとね、ムービーシーンに入りますんで、それが終わったら2つ目の質問にね、答えていきたいと思います。だから脂っこいものを食べたい、年を取っても食いたいということであれば、シンプルに運動習慣を身につけるっていうことと、それから硬いものを普段から食べる習慣を身につけましょうという、まあ、この2点ということですね。ということで、テレビ見ましょう。こいつを見てみろよ。これが何かわかるか。ゾイザ、これを何に使うか知ってる？あいつは特別なもんだと思ってるが。違うんだな。何も特別じゃねえ。この力の方がな、特別なんだよ。わかるか？いいぜ！みんながみんな元に戻りたいってわけじゃねえ！なんだ？なんだよ、これ！あいつ、見せちゃったんだよ！元に戻りたいってやつばっかじゃねえって、あいつに教えてやろうと思ってるだけだよ！ゾイは、どうしようもねえ！バカ、あいつは俺が戻りたくねえってこと分かっちゃいねえ。親父がお前らを見つける前なんかにはな、みんなだ、昔に戻りたいわけじゃねえんだ。だから、イーサン、いいか、お前なんかがいくら必死になってこんなボロ屋の中探し回っても、All you want, looking for them ingredients, but you ain't gonna find them. God damn thing, Ethan. 何一つ見つけられやしねえんだ、イーサン。結成を作りたいか？ねえ、そうだよな。You're gonna have to come to me. You hear? わかるか。ほら、来いよ。こっちに来てみろ。What do you say?
変わらずファック。さて、じゃあ続きましてでいきましょうか。で、続きましては、また別の質問が来てますね。あ、そりゃそうだ。コロナが収まった後、日本を東日本半周、西日本一周したいと考えてます。おすすめの観光地や食事どころを教えてくださいということで、東日本を半周で、西日本は一周するんですね。どう違うのかよくわかんないんだけど、まあ、そこら辺の突っ込みどころはいいとして、東日本か、僕自身がね、西日本に住んでるっていうのがあるんで、どうだろうな、東に、しゃがみます。うん、東日本だったら、ま、記憶に残ってるインパクトが強いところでいくと、一つはどこだろうな、福島県にある、なんだったっけな、名前忘れたな、なんかあれはあれ、福島県にある、違う、リペアキットだ。うん、福島県にある、なんだったっけな、ハワイアンセンターだったかな。うん、あそこは結構楽しかった。ウォーターボーイズもやってる。ただまあ今ちょっと行くには難しい時期なんでね。あとどこだったっけ、千葉県まで行けるんだったら、おすすめなの立山かな。立山結構良かった記憶ですね。立山のところまで行くと、さかなクンがなんか立山出身らしいんですね、千葉県の。ほんと千葉県の端っこの方なんですよ。端っこの方で、まあ、恨みはないけど、とりあえず壊しときたいっていう話だよね。で、ちょっと待ってね、知ってるよ。そう、あ、間違えた、 G じゃない。で、立山で、海が目の前に見える、そのカフェテラス的なところがあって、そこで海鮮丼が食える。すっごい雰囲気がいいんですよ。で、季節がまあ夏、まあ、春、秋、どっちかかなとかだったら、まあ、結構その、それはいいとして、そうそう、だから東日本は千葉県立山と、まあその辺りかな、いわき市。あんまりぶっちゃけ東日本は回ったことがないからな。東日本か、どこがいいんだろうな。西日本だったら間違いなく僕は食事っていうことも考えると、なんだっけ、広島をおすすめしますね。やっぱり広島で、で、広島って牡蠣とお好み焼きでしょって言うけど、お好み焼きもなんて言ったらいいんだろう、単純にどこ行ってもうまいぜっていう話じゃなくって、単純にどこ行っても美味しいっていう話じゃないんですよ、残念ながら。やっぱり、ね、キャベツでうまさが結構決まるんですよね。美味しくないところは本当に美味しくないし、それからなんだろうな、結構実況プレイしながら質問に答えるって質問内容によって難しいね、相当。あとはなんだろうな、そうそう、
宮島ってまあそのいわゆる観光スポットみたいなところですけど、倒れただけ起き上がった。オッケー。そうで、宮島なんかにもしその観光スポットとして行きたいっていう場合なんかは、届くんかよ届くんかよ。質問に答える暇すら与えてもらえなかった。下がってるのに、うわー、今の腹立つー、このルーカスの顔。わしかもこっからか。まあいいや、まあ一回くらいはね、やっぱね、見せ場作っておかないとね、いけないですよね。うやー、しょぼい。マジかよ、バーナーに変わってるのか、キッズ。あとは九州なんかはどこ行っても当たりだと思いますよね。九州、うん、僕はあのダントツでハウステンボスが好きなんですけど、いっ、ごめんなさいね。っていう話をしつつ、回復もしといて、はい、立っちゃったね。あとはなんだろうな、東日本で言ったら、そうそう、もしそっちの方向に行けるんだとしたら、高知県の仁淀川っていうところはね、ベリーベリーおすすめですね。カヌー一日体験とかで、まあ、ぜひやってもらえたらいいと思うんですけど、日本で一番綺麗な清流と呼ばれているようなところですね。で、そこで、まあ、あの6キロ、長かったら10キロくらいなのかな、の距離をカヌーでこう下っていくっていう、あれはね、すごくいいですよ。ただ、まあまあ、ちょっと多少日焼け止めとかはしとかないと、まあ、結構大変な目に遭うんで、まあ、日焼け止めをしてね、晴れてる日なんかに行くと、本当にね、3メートル、4メートルくらいの川底が、川底があるんですけど、普通に底が見えるっていうね。すごい本当に綺麗なところなんですよ。で、そこの近くにある温泉もあって、まあ、道の駅的な温泉で、その温泉もすごく綺麗な温泉なんですよ。で、眺めもいいし、川がまあ見えるというかね。ここはここでも当たりなのかな。おー、ぶねー、あぶねー、ピピピピバッします、ピピピピバッします、開けます。ちなみにこれは、あ、これパン、うーん、やるー、ピピピピピ、開けます、アンティークコインです、閉めます。これだけ、これだけなのか。ふっ、ふっと立ち上がる。あ、本当に何もない。あれ、ちょっと待って。あ、なんかある。あるのか。進もう。あった。ステロイド。あー。体力が減った時に使う系のやつ。あれ？あ、俺間違えて競争弾使ってんじゃん。うわ、バカしたー。ガードのタイミングが下手くそだったな。ちょっと全然質問に対してまとめきれてないので、まとめていきましょう。まとめていくと、だから東日本は立山行ってください。千葉県のあそこすごく本当に綺麗です。で、これはいらない、アンティコンはいらない、デキービックも今はいらない、それからこれ何、
ちょうど、あ、これも今はいらない。で、リペアキットも壊れたハンドガンがないからいらない。これもっと、もっともいらない。これも今はいらない。で、競争弾もいらないね。で、ショッタマはいる。お宝写真はいらない。OK。で、ほい。だから、立山と、あとは、何だったっけ？あ、そうそう。ハワイアンセンター。そこはすごくおすすめですね。で、あとは、東日本、あ、西日本だったら、九州はまあどこ行っても当たりですね。まあ、外れは基本ないよっていうものと、それから、リロードの速度を上げていくと。じゃなくって、学駅。で、あとは、そうですね。その広島でお好み焼き。で、お好み焼き行くんだったら、僕がおすすめするのは、平和大通りのちょっと道をまっすぐ、結構遠い道なんですけど、行ったところにある三日月っていうね、お店、カタカナで三日月っていうお店、それからもう一つは、あ、どこだったっけ、あ、名前をと忘れてしまった。みっちゃんじゃないんですよ、みっちゃんじゃないんですよ。みっちゃんはもう、総本山がすごいおすすめ、なんかみんな、僕は総本山行ったことないので、美味しいかどうかっていうのがわからないんだよね。この三宅はどこだったかな、そこ、三日月と、もうかな、三日月、いった三日月かな。で、あともう一つは、国松っていう汁なし担々麺のお店が美味しいです。で、美味しい、まあ、汁なし担々麺のお店で、そこはチェーン展開してるところなんですが、シンプルに2カ所、まあ、7、8店舗くらいある中でも2カ所ですね、美味しいお店があって、一つは、平和踊りじゃない、平和踊りじゃなく、で、八丁堀のところにあるお店が、美味しいですね。八丁堀のところにあるんです。それからもう一つが、商工センターって言って、広島市西区のところにあるところなんですけど、そこのは美味しい。で、それぞれのお店で微妙にご飯の、料金体系とかが違ったりするんですよね。そのあたりも、まあ、どこがいいかっていう。ちなみに西区商工センターのところにあるお店に関しては、すごくいいのが、ご飯を自分で入れれるんですよ。自分で好きな量入れてねっていうスタイル。終わりですね。はい、終わった。デブがノックアウト、デブがノックアウト。はい。そう、だから国松の汁なし担々麺はすごく美味しいですね。これって人生相談なのかな。汁なし担々麺はうまい。で、あともう一つ美味しいのが、宮古島に行ったら、特に冬場なんかに食べるのすごくおすすめなんですけど、牡蠣カレーパンっていうのがあって、牡蠣が2個入ってるカレーパンっていうのがあるんですよ。で、そこ行くと、まあ、そこ行くとじゃない、そこのカレーパンは美味しい。個人的にはすごくおすすめでしたね。うん、牡蠣が2個も、ね、入ってるカレーパンってなかなかね、これちょっと食べられないと思うんで、すごい美味しかったんですよね。うん。まあ、そんなところかな。で、あとは仁淀川ですね。仁淀川は、1408か80。間違えちゃったね。逆だったね。へへ。まあ、それはいいとして。そう。仁淀川がすごくおすすめですね。うん。カヌー。で、カヌーもレンタルができるんで、ぜひやってもらったらいいと思います。で、ここ OK だね。で、ここアイテム閉まなくちゃいけないんで、全部閉まっていきまーす。そうそうそう。で、九州も、都の城とかね、宮崎県都の城で地鶏を食べたりとか、そのあたりはすごく美味しいですし、うん。まあでもなんかこう、僕だから知ってるみたいなのっていうのはなかなかないなぁ。個人的にはね、九州にいた親戚がね、出してくれる豚足がすごく美味しいんだけど、これを披露するわけにはなかなかいかなかったりするんですね。まあそんなところかな。旅行ね、旅行もね、いつになったら行けるかっていうところが楽しんでくれよ。怖いよね、この子ね。うん、よいしょ。 Alright!
and put it on the cane. と言ってもロックに付けてそのケースに火を落とすつもりだけだ。おいおい、言い過ぎた言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いや、まあよくわかんないけど。うん。そうですね。あとはまあやっぱりもう定番で言ったらシンプルに白浜とか好きですよ、僕は。白浜でね、ひらがなでマールっていうお店があるんですけど、そこの、まあ、料理はもう何食べても当たりっていうところですね。あとはやっぱ先の湯。先の湯はもう最高。先の湯はもうシンプルに、もう景色が綺麗。すっごい綺麗。あとね、まあ、ロードバイクとかがあったら、意外と、なんて言うんだろうな、黒潮市場、あ、黒潮市場じゃない。黒潮市場は遠すぎる。黒潮市場じゃなくて、トレトレ市場とかなんかもすごい近かったりするんで、まあ、2、30分チャリで走らせたら、まあ、行けるかなっていうことですね。うん。だからそのあたりなんかも行ってみると、非常に面白いかもしれないです。まあ、といっても、1日乗り放題のバスチケットみたいなものがあるんで、それに乗ってさえもらえればどこにでもこう好き勝手行けるっていうところなんで、まあ、ぜひね楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じで良かったのかな。まあ、ちょっとねもうそろそろこのパートも終わりに近づいているというところがありますので、 Happy fucking birthday Gaga Light 爆発します。これやろ、ちゃんとくたばっとけ。次元爆弾、あと20秒で、これをそっとルーカスにプレゼント。なぜかというと、あ、ここ閉まってないんだ。あ、ここは閉まらないんだ。ハロー、なんで俺のこと爆発するんだよ、バカ野郎。なんか言われてもな、ルーカスね、くる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 。ミヤ？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 お前は誰だ？どこにいる？私たちはその部屋を出た千橋の先を、三橋か、三橋だ。さてさて、いいぜ。The fuck do you want?You? Dead? Guess that's not the cards. だがしばしを預けた。今はまだ。Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Oh, whoa, 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 whoa. それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。ということでね、まあ、ここからアイテム整理うんぬんとかはとうとうしなくちゃいけないので、まあ、もうすぐでボス戦にはなるんですけど、まあ、ちょっと中途半端なところで区切りますが、一旦ね、ここで、コンパート終了していきたいと思います。頭部も手に入れたんでね、無事ね。頭部を置いてくれているところあたりが結構優しかったりしますよね。はい、ということでね、見取り図も取って、コンパート終了したいと思います。では、お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。人生相談もお待ちしてまーす。